マチュアゴルファーの皆さん、レッツエンジョイゴルフ。宮里美香のゴルフミカデミー。この番組は光 TV の提供でお送りします。どうも、光カエサルです。今回のテーマは傾斜からのアイアンショット。打ちづらくてなかなか狙った通りにいかないものですが、宮里美香流で解決しましょう。左足下がりの傾斜にやってまいりました。150ヤードピンまでとすると、どのように打つか、まずはお手本をお願いいたします。はい、どうぞ。はい、おお、ナイスショット。傾斜があったとは思えないショットですよね。ありがとうございます。はい、宮里美香流左足下がりのアイアンショット。傾斜を思わせないスムーズなスイングです。ということで、今のポイントは何だったんでしょうね。でも注意するのはやっぱりボールの位置、またボールの位置になるんですけど、はい、見てて分かったと思うんですけど、はい、ややちょっと右側、右足寄りでしたね。はい、これもややボール1個分ぐらい、1個分ですね、だと思ってますね。はい、それぐらいで、はい、でやっぱり傾斜がこうなってるので、それもちゃんとアドレスをしっかり取って、はい、フォロースルーも低く出してもらったら打ちやすいと思います。フォロースルーを低くで、はい、先ほどの場合、左足上がりの時はフォロースルーもちゃんと上げてましたね。上げてましたよね、はい、今度は低くですか。はい、傾斜に沿っていくぐらいの気持ちでいいですか。そうですね、はい。体重はどっちに乗ってます？体重、スタンスの時ですか。はい、スタンスの時はちょっと左ですね。右だとやっぱそれでダフってしまうので。なるほど、はい、左足上がりの時と変わらない感じですか？そこまでは左には乗らないです。乗らない、はい、乗らないけれど、うん、スタンス構える時は左に重心があって、はい、そうすると打った時にこうなっちゃいます。行っちゃいそうな気がするんですよ。こっちにずっと乗っていると。やっぱりもちろん乗せますけど、はい、ずっとこういう風に打ってたらもちろん突っ込んでこうなりますよね。はい、なんで少しだけやっぱ体重移動はします。やっぱり右側には体重移動はして、はい、だけど基本は左足に乗って。そうですね。宮里美香流の左足下がりのアイアンショットは、やや左足体重で地面に平行に立ってアドレスします。ボールの位置はセンターから1個分右足寄り。ボールを上げようとしないで、インパクト以降は傾斜に沿って低くスイングします。宮里美香流左足下がりのアイアンショット。皆さんもコースに出たらぜひ試してみてください。さて、今日はですね、傾斜からのアイアンショットを練習いたしました。はい、ではミカプロからまとめをお願いいたします。ボールの位置と体重移動、はい、はい、をしっかりとチェックして練習するのが一番だと思いますね。やっぱり状況によってアマチュアの皆さんはパニックることが多いと思うので。その通りなんですよね。はい、皆様ぜひこのレッスンを習得して頑張ってください。さよなら。